はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト7続きやっていきたいと思います。今回ですけどね、新しい場所ですね。緑の石板か。緑か黄色だね。緑はどっちだ？左が？ここの下なんだっけ？何色だったっけ？あ、ここかな？あ、でっかい方だね。でっかい石板。新天地。さて、ここはどこでしょうね。まだ、あ、お、首狩り族、バーサーカーじゃないね。やべえ、腹が減ってきたぞ。あのバーカーサーの方じゃないね。バーサーカーはバーカーサーの方じゃないね。お、首狩り族はなんて言うんだ。ネックハンターか。勝手に名前つけんなってね。でもなんか今ドラクエ出てさ、この敵がさ、発想上だったらそんな名前かもしれないよね。なんかこのなんだろう、なんか地味にさ、首狩り族とかさ、なんか年代感じるような名前いいよね、ドラクエのね。なんかあの和風な名前。和風でもねえか。首狩り族和風なんで。まあ、そうだ、ネックハンターだね。ここは、あー、ははは。どうすかな。ここはね、そうか、もうこんなとこまで来たか。テントがあるんですけど、まだ、どうなんだろう。ちょっと待って、道具整理しよう。何してんだって話なんだけど、ね、なんで全部引っぺがしてんでしょうね。武器はもうどうのする気かなんかでいいかな。どこになかったっけ、どうの剣。あれ、どうの剣あったよな。よし、これでいいや。というのが、これって村っていうより大きなキャンプ地よね。なんだか変わった村だな。みんなテントに住んでるのか。面白い音がすんな。おいらこの音聞いてと踊り出したくなっちまうぞ。し、今いいところなんだから話しかけないでくれよ。それに大きな声出したら覗いてるのがバレちゃうだろ。でもいつ見てもライラの踊りは素晴らしいな。何が見えるんだ。おいらも覗いてみてえぞ。この音楽、あのテントから聞こえてくるよな。一体何やってんだろう。やね、覗きよ、最低だわ。さて、まず周り、お、壺があるね。やれやれ、大地のあちこちが闇に包まれちまったせいでろくな食べ物もないよ。あるのはあたしらの命の水、ビバグレープだけ。でもまあ、ユバールに伝わるこの飲み物と、歌と踊りがありゃ、あたしらみな、のんきに、のんきじゃねえや、陽気にやれるのさ。
ビバグレープもうまそうだけど、食い物もたくさんあった方がおいら嬉しいな。もう何も言わないね。じゃあちょっとね、回収作業だね。ひひん。まあ大きなとこは後で行けばいいかな。お、はい、13ゴールド。つづら、宝箱じゃなくてつづら。はい、小さなメダル。この裏は取ったね。かつて封印された神様を復活させること、それが私たち一族の使命です。ごくまれに大地の精霊様の力を強く受け継ぐ娘が生まれることがあって、その娘が一族の後継ぎの踊り手となるのですわ。なんだかめんどくさいことを使命にしている人たちね。肩凝っちゃいそうだわ。封印された神様に大地の精霊か、なんだか大変な話だな。でもそういう生きる目的がちゃんとあるっていうのはいいことだよな。我々ユバールの民はもう何十年もの間探し続けてきた。この世のどこかにあるという神の封印された祭壇を、そしてついにその言い伝えの場所を近くまでたどり着いた。あとは山脈を越えるだけだ。神が封印された祭壇だって、それが本当ならすごいぞ。よし、アルス、俺たちもここの人たちについてってみようぜ。なんだかすごい話ね。さすがに私も驚いたわ。なんだか難しい話だな。おいらよくわからないや。ね。ないか、壺とか落っこってないか。わ、僕、いたずらしてないよ。ジャンの大事なトゥーラだもん。僕、いつもジャンにトゥーラの弾き方を教えてもらってるんだ。でも、ジャンがライラと結婚したら、僕とはあんまり遊んでくれなくなるかな。よく手入れされた楽器だわ。多分ジャンって人はかなりの弾き手なのね。面白そうだな。オイラもあの楽器鳴らしてみてえぞ。変わった楽器だな。トゥーラっていうのか。ね。あ、ここもまだ行ってないね。川の帽子。あら、旅の人なんて久しぶりね。しかもこんな夜になんて。今夜は私たちの一族の後継ぎとなる踊り子が決まるのよ。ライラの踊りならきっと族長様も認めてくださるもの。私もライラみたいに大地の精霊様の血を引いていればな。ね、ライラみたいに。へえ、踊り子か。きっと色っぽい踊りなんだぜ。なんとか見られないかな。キーファってば本当にどうしようもないスケベね。これが王子だってんだからグラインスタードの将来が思いやられるわ。ひでえ言われようだな。俺がスケベかどうかなんて国の将来とは関係ないだろ。大地、俺は親父の後を継ぐ気なんかこれっぽっちもないんだぜ。ね、後を継ぐ気がこれっぽっちもないと。え、あなた方は我らユワールのものではありませんな。ほほう、このようなところにまだ生き残りの旅人がおいでだったとは。本来ならば丁重にお迎えするのが我ら一族の習わしだが、今は神聖なる儀式の最中。すまぬが旅の方、しばし待たれよ。ユワールの民、聞き慣れない名前だけどなんだか面白そうな連中だな。神聖なる儀式って何なのかしら。アルスも気になるでしょ。いいえ。何よ、本当は気になるくせに。私はお見通しなのよ。マリベルからかるのなんか面白くなってきたな。はい、お、大きな場所ですね。お、つづら。はい、石板。むにゃむにゃ。大地の精霊は遥か昔神様が封印される前に解き放った四大精霊の一つと言われていてね。そしてライラの胸にあるあざは大地の精霊の力を受け継ぐ者の印だそうだよ。だそうな。それは重い宿命だけど、ユバールの民にとってはとても栄光なことなのさ。大地の精霊の力を受け継ぐ者の印のあざか。アルスの手のあざもひょっとしたら何かの印だったりしてな。四大精霊、なんだそれ、うめえのか。アルスたら胸にあるあざって聞いて変な想像してたんじゃないの。はい。いやらしいわね、このスケベ。今回の儀式は随分時間がかかってるな。何しろ60年ぶりだから無理もないか。しかしライラもまだ17歳。その若さで一族の宿命を背負うことになるとはな。もう何も言わないね。さて、
儀式はまだ終わっておらぬ。すまぬが旅の方、もうしばらく。ん？おう、儀式が終わるようだ。申し訳ないが、通り道を開けていただこう。よし、そこまで。皆の者は集まっておくれ。我らがユバールの民、新たな踊り手の誕生じゃ。ライラや、前へ出なさい。皆の者、このライラが我らの明日を引き継ぐ新たな踊り手じゃ。そしてジャン、お前もライラの隣へ。ジャンも良い音を奏でるようになった。これからはライラと共に我ら一族を率いてゆくがえ。はい、ベレッタ様。さあみんな、明日への祝いじゃ。ゆっくり飲んで歌って楽しむがよい。旅の方、大変お待たせ申した。ベレッタ殿と族長様に紹介しますゆえ、どうぞこちらへ。族長様、ベレッタ殿、先ほどこちらにおいでになった旅のお方をお連れしました。今何と申した？ダーツや。旅のお方だって。お山は驚いた。こんな時代に、こんな、この山奥で旅人に出会うとはね。族長様、我らのテントに旅人が訪れるなんて何年ぶりでしょうね。いや、ベレッタよ。早まってはいかん。その者たちが本当にただの旅人かどうか。もしは魔物が人間に化けて我らを騙そうとしているやもしれぬ。そう、族長、何をおっしゃいますや。では、旅人よ。そなたたちが魔物でないという証拠はありますかな？いいえ。ふむ、証拠はないと申されるか。魔物が化けているにしては正直じゃのう。ふむ、どう考えるべきか。族長様、お戯れもそのくらいに。旅のお方もさぞやお疲れでしょうし。そうか、なんじゃつまらんの。旅人よ、冗談を言うのは我が族長の悪い癖で失礼しましたね。皆さんが魔物でないのはその目を見ればわかります。ようこそおいでくださった。この山奥では大しておもてなしもできませぬが、どうぞごゆるりと。何か困ったことがありましたら遠慮なく族長に話してくだされ、ね。ライラさんって人、美人だよな。面白いじっちゃんだな。おいら本当に疑われてんのかと思ったぞ。まったくふざけた族長ね。失礼しちゃうわ。この可憐な私のどこが魔物に見えるっていうのよ。あんた一番魔物っぽいぜ。あ、でもガボもそうだけどね。あ、開いた開いた。右が開かないからって左が開かないとは限らないからね。属者はこう見えても我らにとってなくてはならない力の持ち主なのです。こう見えても。何か困ったことがありましたら遠慮なく族長に話してくだされ。旅のお方、大変失礼をいたした。今夜は我らユバールにとって最もめでたい祝いの時へ、どうぞお許しを。ほほほ、人生は飛びゆき矢のごとし、毎日を楽しんで生きるべきじゃ。ところでわしが力になれることは何かあるのかの？頼むしきた。お、ああ、セーブできんのか。じゃあね、どうしようかな。さてと、せっかくだから今夜はのんびりさせてもらおうとするか。これといって村の人が困っていることもなさそうだしな。まあ族長はちょっと変な人だけど。アルス、お前もたまには女の子を誘ってみたらどうだ？じゃあ後でな。いやね、キーファったら、何かっていうと女の子の話ばっかりなんだから。さっきだって、あの踊り子のライダさんのことをいやらしい目で見てたし、ああ、ユバールの人たちの飲み物でもごちそうになってこようと。え、飲み物もらうのか？おいらも行く。さっきからいい匂いしてるぞ。さて。な、アルス、踊り子のライダさんって綺麗な人だよな。いいえ。うん、お前の好みじゃないのか。まあ、人それぞれだからな。でもみんなが集まって祝ってくれてるのに、ライラさんどうしたんだろう。なんだか思い詰めたような顔して、このテントに一人で入っちゃってさ。ね、同じか。私たちユバールのダンスは神様を称える踊り。この音楽とダンスがあれば、魔物たちも近づけません。さあ、あなたもご一緒に。あれ？こっちなんだ。さあ、あなたも踊りましょう。神の復活を歌い、踊り、真実の未来を作るために。あ、あれ出ね。あ、出た出た。僕も早くジャンみたいにトゥーラを弾きたいな。でもってライラみたいなお嫁さんをもらうんだ。えへ。ジャンのやつ、今夜のトゥーラは特に冴えてるな。ライラも胸がいっぱいっていう雰囲気でさっきテントに入っていったよ。夢中でトゥーラを弾いていてアルスの声に気づかないようだ。最近の若い子はどうも踊りに腰が入ってないね。あんたもそう思うだろ。はい。あれ、あんた旅の人なのに話がわかるじゃないか。私が娘の頃は伝説の踊り子ベレッタ様の再来かなんて言われたもんだけどね。
いいえ。親総会、あんた女を見る目がまだまだのようだね。踊りの魅力は女の魅力と同じさ、若さや色気よりも包容力なんだよ。つまり周りのものを温かく包み込む力が大事ってことさね。ああ、そうなんだね。ウィーヒク、ちょっと飲みすぎたかな。しかし俺はジャンのこといまいち好きになれないんだよな。なんつうか透かしててさ、男同士でも一緒に風呂入ったりしないし。ライラは本当にジャンのこと好きなのかな。我々ユバールの民が探し続けた神の封印の祭壇は西の山脈の向こう。明日にも、山脈に向かって出発することになるだろう。今夜はひとときの休息だ。なんだかアミット領でお祭りのことを思い出して懐かしくなっちゃった。アルツのせいであの時はパパの船からは降ろされちゃったけど、結局あちこちを旅して魔物とも戦うなんてすごいことになっちゃったわね。お、この壺いい匂いするな。でもなんだかオイラフラフラしてきちゃったよ。我らユバールの民はかつて封印された神を復活させるための生まれてきたという。であれば封印の祭壇で神を復活させた後はユバールの宿命もライダーの運命も変わるのかもしれん。さあさあ、私らの命の水ビバグレープならたくさんあるよ。ライラとジャンの婚約を祝ってあんたもパートやっておくれ。あら、あなたは旅の人ですね。私はライラ、ユバールの民の踊り子です。あなた、そう、アルスさんというのね。いきなり儀式の時にいらっしゃって驚いたでしょ。私たちって少し変わってるのよ。もうずっと昔から神様を復活させるための宿命を背負って厳しい掟も守ってきたの。そして私もその宿命とともに生きるんだわ。この胸のあざがそうすべきだと言ってるから。ヨアルス、ライラさんと話したんだろ。彼女の様子どうだった。はい、そうか、ならいいんだけどな。なんとなく元気がなさそうだったから気になってさ。あ、そうだ、せっかくだからライラさんも誘って飲もうぜ。ビバーグレープもらってきてくれよ。さあさあ、あ、そうだね。え、ライラにビバーグレープを。あ、もちろん持って行ってやってくれ。今頃胸がいっぱいで飲みたい気分だろうからね。はいよ。はい、ビバグレープ。まあ何も買わないんか。お、あらアルス、私のためにビバグレープをもらってきてくれたの。でも遅かったわね。もうそこの男の人にもらって飲んでるからいいわ。ほんとアルスっていつもとろいんだから。お前には絶対ね、持っていてやらねえぞっていうね。お、アルス、ビバグレープをもらってきたな。よし、俺がライラさんに渡してくるよ。はい、アルスの手からビバーグレープのグラスを持っていった。待て、この状況で。なんだ、ああ、同じか。ビバーグレープ持ってると話せんだね、あれはね。あら、アルスさん、今、キーファーさんに飲み物をいただいたところです。気を使ってくださってありがとう。本当は私が皆さんをおもてなししなくてはいけないのに。いや、うまいな、このビバグレープは。グランエスタード城じゃ、こんなに美味しい飲み物はなかったぞ。あら、グランエスタード城って、私はまだ行ったことないけど、どんなにあるお城なの？どこって、まあ、辺境にある小さな城さ。王になるのが嫌で、遊び歩いてばかりの王子がいる。小さな国でね。あら、夫婦、それじゃあ、きっと私その王子様と気が合うわ。え？だって私も自分の運命が嫌で逃げ出したことがあるもの。毎日厳しい踊りの練習に明け暮れて歌を歌うのも嫌になったことがあるの。でもその時私を励ましてくれたのがジャンだったわ。そうなんだ。彼っていい人なんだな。さあさあ、どんどん飲もう。アルスも座って飲むよ。わはは。おい、ライラ、いるかい？あ、なんだあんたたちは。旅の者がライラのテントで何をしてるんだ。待てよ、ジャン、失礼よ。キーファーさんとアルスさんは、私にビバグレープを。ビバグレープを、ライラに取り入って何をするつもりだ。もう、ジャンたら。ライラは黙っててくれ。おい、あんたどうなんだ。はい。え、ほんの出来心だって。全く油断も隙もありゃしないぜ。大事な婚約者に手を出されて引き下がるわけにはいかない。ないよし、表に出ろ。恐るべきジャンの焼き餅だったが、その場はアルスがどうにか収めた。ジャンは自分の非を誤り、4人は和やかに語り合うことができたのだった。そして進められるままアルスはビバグレープを飲み干し、いつしか眠りに誘われていた。こうして夜も更けてゆき。グーグー、ライダー、むにゃむにゃ。キャーキャー、キーファー、危ない。う、こいつ。ふう、やれやれ、逃げたか。お父さん、しっかりして大丈夫？
いや、すまないライラ、わしとしたことが油断して。何、大した怪我では。う、無理しちゃダメよ。今ベレッタ様をお呼びしてくるから。あなたは大丈夫、ティーファ？ああ、このくらい何でもないさ。それよりお父さんのことを早く。助けてくれてありがとう。すぐ戻るわ。あ、なんだよ、あれ、そこにいたのか。いや、参ったよ。ザコとや魔物がここに入ってくるなんてさ。さっきふと目を覚ましたらテントの中にライラさんがいないから外に出てみたんだよ。そしたらそこに彼女がいたから二人で話してたんだけどさ、はい、いきなり暗がりから魔物が襲ってきて、俺が戦ってたらダーツさんも来てくれたんだけど、背後からこっそりやってきたもう一匹にダーツさんも不意をつかれちまって、お前がぐーぐー寝てる間に俺結構大変だったんだぜ。ベレッタ様どうでしょう、お父さんの怪我治りますよね。うむ、ちょっとお待ち。はい、何やら自分をつぶやき始めた。うむ、おや、これはかなりの毒をもらったようだね。命には別状ないけれど、とりあえず傷の手当てはしたけど、もう 2,3 日は休んだ方がよかろうね。でも明日は神の祭壇への出発の日ですわ。死はここに残らなくてはいけないのですか。仕方あるまい、お前も父さんについていておやり。神の祭壇への道中はジャンと魔除けのクーラーでなんとかしのげるでしょう。お前たち2人だけをここに残しておくのは心配なんだけどね。あ、それなら俺もここに残りますよ。おや、キーファ殿、先ほどはよくライダーたちを助けてくださりましたね。それにまたダーツとライダーを守るためにここに残ってくださると。ええ、俺たち魔物との戦いは慣れてるし、神の祭壇へはアルスたちが同行しますよ。ナールス、俺はここに残るから、お前たちは皆さんと神の祭壇行くよな。いいえ、冗談言うなよ。神の祭壇は神様を復活させるためのものなんだろ。そんな大事な旅にお前が同行しないでどうする。な、行くだろ。はい、というわけですから、俺はここに残って明日出発する皆さんにアルスたち3人が同行します、ね、だから外したんで。それは大変心強い。本来なら一族以外の方に甘えるわけにはいきませんが、しかし明日からの旅はこの世界の運命を左右することになるかもしれない。大事な目的のため、ありがたくその言葉受けさせていただきますよ。さあ、ライラやダーツを族長のテントまで運びましょう。はい、ベレッタ様。こうしてキーファはライラたちとテントに残り、アルスたちは皆と神の祭壇に出発することとなった。アルスたちは再びテントで眠りにつき、そして夜が明けた。ではライラや、先に出発するからダーツのこと頼んだよ。はい、ベレッタ様。父の具合が良くなったら私たちも神の祭壇へ向かいます。キーファ殿、ライラたちのことをくれぐれもお願い申します。どーんとお任せください。何があってもお二人を守ってみせますから。アルスたちも俺が行くまで頑張るよ。何を自分ばかりかっこつけちゃってさ、あんたもヘマしまいでライラさんたちを守るのよ。ほほほ、仲間がいるというのは良いものですね。ではアルス殿、出発いたしましょう。族長様、俺もやっぱりここに残ります。よそ者にライラーを任せるなんて。わがままを言うでない。ジャンよ、お前がいなくて誰が魔除けのトゥーラを奏でるのじゃ。神の祭壇に急ぎ向かうことがどれほど大切か分かるのわけではあるまい。それは母、族長様、選抜隊はもう馬車で出発しました。お、そうか、では我々も出発しよう。いや、アルス殿、お見苦しいところをお見せしてましたの。神の祭壇は西の山脈を越えた向こうの湖。どうぞよろしくお願いしますぞ。我らユバールの者は馬車で休み、西の山脈の途中で休憩を取る予定です。よろしければ山脈の途中のテントで落ち合いましょう。では早速出発するかの。皆さんも道中お気をつけなされ。はい、ということで、神様が見れんのか。なんかここに来て得したよな。それじゃあその祭壇目指して出発するわよ。ちょっと面倒だけど、神様が復活するなんて見物だものね。ね、鉄の斧を取っといてよかったでしょ。あれ、まだいたのか、アルス。まさか行き先が分からなくなったんじゃないだろうな。神の祭壇は西の山脈を越えた向こうの湖だろ。ダースさんが治ったら俺たちも出発するからさ。キーファのやついいことでもあったのか。なんだかいつもにも増して元気いっぱいだぞ。キーファったらなんか嬉しそうね。相手には婚約者までいるってのに、ほんと単細胞のやつだわ。はい、キーファーさんって強いのね。私たちイバールのためにはあまり戦いに強いものが生まれなくて、
実は私の父はユバールの生まれじゃないのよ。母はユバールの踊り子だったけど。はい、ウーム・アルスの皆をよろしくお頼み申します。はい、じゃあね、行くんですけど、これで戻ったらどうなんだろう。まあ、いなくなって、いなくなったんだけど、まあ今回ここまでにしよう。キーファがいない状態でグランエスタート行ったらどうなるのかな。別に何も言わないもんね。おアルスよ、聞いておるぞ。そなたたちは今後も旅を続けるんだそうだな。そうとなればキーファーのことはお前たちにはつくづく申し訳ないことをしたな。だがわしも国の王、そう言われなければならない立場にあることを分かってくれるな。何せよ決して楽な旅ではあるまい。くれぐれも気をつけていくのだぞ。バーンズ王、本当はキーファーの旅を許してるのよね。でも王様だから素直にそうやって言えないのよね。そうだね。キーファーもしかして偉いのか。お兄さんがいないよもね。まあ、あるす。あれ、お兄様は一緒じゃないの。だとしたら今頃、お兄様は今頃どうしてるのかしら。お兄様がいないとなんだか毎日寂しくって。何も言わないか、ね、ということでね、まあ今回断りたいと思います。そっからセーブさせていただいて、キーファがここに来て来る前にさ、一回会っときたいよね。今キーファがいなくなってあの話になったけど、ああ、ここからずっとセーブしなかったわ。まあお兄様、お城に戻られていたのね。で、お兄様、ああ、そうだね。あ、同じなんだね、ここはね。また散歩から戻ったのかの下りだもんね。はい、ということでね、まあ、今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回はね、そのね、神の祭壇とやらにね行くので、キーファ抜きですね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。